我々人類は宇宙でどれほど孤独な存在なのでしょう。どこからも返事はなしと。そう、今のところ人類以外の文明は見つかってはいません。しかし遠い宇宙、天の川銀河の奥深くにはその他の文明が存在しているかもしれないと言われています。それらの文明は果たして悪意を持った地球にとって脅威となるものなのでしょうか。ライバルができて張り合いができると楽しんで考えるのはちょっと違う気もしますね。人類が過去に互いに与え合った影響の歴史を振り返ってみると、優しい隣人などというものが一切存在しないことがわかります。ですから宇宙の別の文明が人類と似たようなものであった場合、侵略者になる恐れが非常に高いことになります。悪意を持った文明は4つのカテゴリー分けがされています。4つの宇宙を支配しようと企む文明、それはゲーム感覚で行われるのでしょうか。これらの文明は非常に進んだ技術を持っていると考えられています。ゲームのようなこのお話、詳しく見ていきましょう。これらの文明がどれほど進んだものかを想定するために、その脅威度を測る指針が考案されています。それがカルダシェフスケール、宇宙国家の潜在能力を分析するものです。カルダシェフスケールは文明を3つのタイプに分類し、特定の文明が恒星から得られるエネルギーのレベルを試算します。ただしこの指針は恒星間通信を確立できる程度まで育った文明のみを対象としています。ですから伝書鳩で連絡を取り合っている程度の文明はこのレベルからは除外されるというわけですね。分類のタイプ1は恒星のエネルギーを惑星が受け取るものに限り利用することができる文明、例えばソーラーパネルはタイプ1の技術になります。タイプ2は恒星から直接エネルギーを得ることができる文明、恒星の周りに構築物を張り巡らせることで直接恒星のエネルギーを得る技術、ダイソン球はここに含まれます。タイプ3は銀河のすべてのエネルギー源を利用できる文明、恒星のみならず中心に存在する超大質量ブラックホールも余すところなく利用します。このタイプ分類により宇宙に存在する他の文明の評価が可能となります。天の川銀河はおよそ136億歳と言われていますが、人類の歴史は20万年に過ぎません。我々人類の文明はまだまだタイプ1、他の文明がこれよりもずっと進んでいたらと思うと恐ろしいですよね。そういう意味では人類の文明は遅咲きである可能性もあるのです。銀河の外側に位置する地球は遅れてレースに参加したような状態なのです。数学的に考えると銀河の中心に位置する星の方がずっと早くからその時間を進化に費やせるのです。しかしとは言ったものの、そもそも銀河には知的生命体はどれくらいいるものなのでしょうか。地球は何度も九死に一生を得て、生命はその中で奇跡的に復活を遂げ続けてきた歴史があります。そのような存在はほぼ奇跡に近いのではないでしょうか。天の川銀河には100兆個の星があると言われており、惑星の数は2000億個、そして我々が知る限りの生命を育める惑星は30万個あると言われています。このような居住可能惑星のどれに地球と交信する文明が存在しているかは分かりません。一つ一つ数えるわけにもいかないのです。大まかな答えはドレイクの方程式で導き出すことができます。この方程式はいくつかの要素を平均化し、通信を行える文明がいくつ存在するかという命題に対して答えを出すものです。銀河全体で見ると無数の恒星に惑星が存在しているため、全体の母数は大きくなります。そこからまず星系のハビタブルゾーンに存在する惑星以外を除外します。ハビタブルゾーンは3匹のクマに登場する女の子からゴルディロックスゾーンとも呼ばれており、暑すぎず寒すぎずちょうどいい場所を示します。そこからさらにそれらの惑星の中で生命を維持できる惑星のみを数えます。するとこれらの惑星のどこかから地球との通信が可能になる文明が生まれるかもしれないという可能性が計算できます。ドレイクの方程式はそのものが複雑なため簡単に説明することはできませんが、結論としては知的生命体の文明が存在する可能性のある惑星は1億個あるということになっています。
しかし地球文明の歴史がそうであったように、それらの文明にも試練が訪れます。ですから方程式は小惑星やソーラーフレア、巨大火山、超新星爆発といった世界を破滅に導く災害なども考えなくてはなりません。また AI やナノテクノロジーなど自らの科学技術の発展によって自滅する可能性もあるのです。環境破壊や資源の枯渇も起こり得るでしょう。バカなことをしてしまったというのも滅ぶ理由になり得ます。これら全ての要素を考えた時、残る文明は1万5千に数を減らします。さてそのような地球外文明は我々人類に何を求めるというのでしょう。例えば地球には希少な資源が大量にあり、それらは容易に回収することができます。大量の水もそうですが、水素は宇宙船の燃料として使用することができます。しかし水や水素は銀河全体で見るとさして珍しいものではありません。むしろ相手から見れば近場の恒星系や小惑星からでも十分に取り出せるものです。では地球の文明が興味深いという理由でアプローチをかけてくるのでしょうか。地球の文明は様々な国に分かれており、それぞれの場所で技術は別々に進歩を遂げています。しかし地球外文明では全く違うルートで文明が進歩しているかもしれません。すると地球には彼らの知らない技術が存在している可能性もあるのです。例えばカラオケとか。応用科学に関しても大気の組成が違う場所で進化した生物は全く違う方向性の科学を持っている可能性があります。文明の科学というものはその惑星に存在する環境に左右されるため、地球の科学は別の文明にとっては独自のものになるはずです。しかしこれらの事柄よりも地球には非常に重要かつ希少な要素が存在します。地球は生命を育める場所なのです。恒星間にわたって勢力圏を拡大しようとする文明にとってこれは非常に重要なポイントです。居住不可能な太陽系外惑星とは太陽系外の惑星のことです。これらの中には自由浮遊惑星と呼ばれる自由に移動しながら銀河の中心を動き回っているものも。他の惑星は大抵一つか二つの恒星を周回しています。天文学者たちは1990年代に初めて太陽系外惑星を発見。それ以降数千個の惑星を発見しています。ここではそれらの惑星を一緒に観察していきましょう。ネタバレ注意。ここで紹介する太陽系外惑星の中にはかなり奇妙なものや地球のように生命が存在している可能性があるものも。地球から最も近い太陽系外惑星はプロキシマ・ケンタウリ B で、地球からの距離は約 4.2 光年。最近天文学者たちはこの惑星が以前に考えられていたよりもさらに地球に似ている可能性があることを突き止めました。そのサイズは地球よりもわずか 17% 大きいだけで、太陽よりも暗く質量の小さな恒星を周回しています。プロキシマ・ケンタウリ B はこの恒星のハビタブルゾーンの真ん中にあるので、液体の水と生命が存在している可能性もあるんです。この太陽系外惑星は常に神聖に同じ面を向けながら公転している可能性があるので、反対側は常に暗闇に包まれているということになります。惑星に大気があるかどうかはまだ確認されていません。そして恒星にかなり近く、地球日の11日以内に1回の公転を完了させます。さらに恒星の放射が惑星の空気を吹き飛ばしている可能性もあるので、その場合プロキシマ・ケンタウリ B の表面に液体の水が存在する可能性はほとんどないということになってしまいます。グリーゼ 832C は地球から16光年離れた場所にありますが、宇宙規模で考えるとかなり近い場所にあるということになりますよね。この太陽系外惑星には地球の約5倍の質量があり、かなり神聖に接近しながら周回しています。そのためこの惑星での1年はたったの36日間。でも恒星は太陽よりもはるかに温度が低く、暗い赤色矮星なので、グリーゼ 832C は地球と同じくらいの量の光と熱にさらされています。ですがグリーゼ 832C が地球に似ているかどうかは未だに不明のままで、大気が濃いことにより暴走温室効果が発生していると考えられています。
この現象は惑星が宇宙に放出するよりも多くの熱を新星から吸収している際に発生します。そのためグリーゼ 832C は比較的に涼しい地球よりも灼熱の世界である金星に似ている可能性が高いと言われています。もう一つの地球のような惑星である TOI-700D は地球から100光年離れたカジキ座にあり、質量とサイズが太陽の約 40% の小さくて温度の低い矮星を周回しています。その表面温度は太陽の約半分で、最も外側の惑星である TOI-700D はほぼ地球と同じサイズ。この惑星も新星のハビタブルゾーンに存在しており、 TOI-700 からのフレアにさらされることはありません。そのためこの太陽系外惑星が生命を発達させ維持できる、居住可能である可能性が高いと考えられています。科学者たちは惑星の表面の正確な状態をまだ確認していませんが、コンピューターシミュレーションによると海に覆われた惑星であると予想されています。そして二酸化炭素により大気の密度が非常に高いのです。天文学者たちは火星が誕生したばかりの頃の大気も似たような状態だったと考えられています。でも別の 3D モデルによると TOI-700D は雲一つない世界だとされています。そして地球が海に覆われていなかったら、おそらくそのような姿をしていたことでしょう。 TOI-700D の風は惑星の夜の側から発生し、恒星に面している側で合流しています。太陽系外惑星の中にはその綺麗なマゼンダ色によって際立っているものがあります。これは乙女座のグリーゼ 504B と呼ばれる惑星。この惑星と新星との距離はなんと太陽と木星の距離の約9倍。比較的最近形成されたためまだ熱によって輝いていて、表面はピンク色がかっています。太陽からわずか20光年離れた場所では奇妙な自由浮遊惑星が天の川銀河を移動し続けています。この惑星は恒星を周回してはいませんが、地球の磁場の約400万倍という信じられないほど強力な磁場を持っています。さらにこの太陽系外惑星は美しいオーロラを発生させています。2016年に発見された当時、天文学者たちは褐色矮星を発見したとほぼ確信していました。惑星にしては大きすぎるし、恒星にしては小さすぎたからです。ですが科学者は後にこの天体には褐色矮星になるほどのサイズがなかったという証拠を発見。この惑星は確かに巨大で、太陽系で最大の惑星である木星の約 1.2 倍の幅があり、12倍以上の質量があります。天文学者たちはこの非常に強力な磁場によってオーロラを発生させていると考えています。でも最も興味深いのは、これらが地球上のオーロラとは違った方法で発生しているということ。この太陽系外惑星の衛星がオーロラの発生の原因になっている可能性があると言われています。地球から2万光年離れた場所まで行くと、いて座の赤色矮星に接近することになります。この矮星は温度が低く、サイズも小型。そしてこの低温の矮星からかなり離れた場所には惑星があります。この惑星と新星はかなり離れているので、惑星にはほとんど熱が伝わっていません。そのためこれまでに発見された中でも温度の低い惑星の一つで、天の川銀河の中心は強烈な放射線と重力、そして謎に満ちています。ここは自然の力が限界まで発揮される場所。もし地球がこの天の川の中心にあったとしたら、しかもどうにか生存できたとしたらどうなるのでしょう。さあ、天の川銀河の中心への旅を始めましょう。あなたは宇宙空間に浮かんでいて、何十億もの星に囲まれています。突然、遠くの方に明るく渦巻くガスと塵の塊が見えてきました。それが広大な宇宙の中にある私たちの故郷、天の川銀河。天の川銀河には1000億個以上の恒星があり、その大きさは約10万光年と推定されています。つまり光の速さで移動しても、天の川銀河を端から端まで横断するのに10万年かかるということです。天の川銀河は静かに動かない星やガスの集まりではありません。ダイナミックに進化中の星系です。実際天の川銀河は現在
時速200万キロ以上の猛スピードで宇宙を疾走しているんですよ。銀河系で最も魅力的なものの一つはその形。天の川銀河は渦巻き銀河で、中央の膨らみと渦巻き状の腕がある円盤のような形をしています。渦巻き状の腕は新しい星が生まれる場所、最も多くの星やガス、塵が集まっているところです。そしてここに太陽系は位置しています。地球がある星系は壮大な宇宙の中の天の川銀河にあるほんの一かけら、銀河系の中心から約2万6000光年離れたところにあります。かなり長い距離ですよね。太陽系も銀河の中心を回る天の川銀河の中を移動しています。太陽系が天の川銀河の周りを一周するのに約2億3000万年かかると言われています。恐竜の時代から考えると、私たちはこの4分の1の距離を移動してきたことになります。天の川銀河における太陽系の位置は私たちの生活に様々な影響を与えています。例えば放射線や宇宙線の量、小惑星の衝突の可能性などです。また天の川銀河に存在するおかげで周りの素晴らしい景色を楽しむことができます。天の川銀河から他の銀河、星雲、星団を息を呑むほど詳細に見ることができるのです。また天の川銀河の近所はたくさんの恒星や惑星があって、とても楽しい環境です。仲間が多くて幸運でしたね。ではもし私たちがそれほど幸運でなかったら、もし地球が天の川銀河の中心に位置していたらどうなっていたのでしょう。天の川銀河の中心にはバルジと呼ばれる宇宙空間が広がっており、そこには星がぎっしりと詰まっています。まるでディスコボールのように輝く鏡の代わりに星で覆われているのです。ただこのディスコボールはとても大きく、直径は約1万光年もあります。天の川銀河の中心部には勇敢な宇宙飛行士でさえも震え上がるような極限環境も存在します。高エネルギー粒子や強烈な磁場は電子機器や宇宙船を破壊し、強烈な放射線は周囲のものを焼き尽くします。つまり私たちが知っている生命にとって決して優しい場所ではないのです。もし地球が天の川銀河の中心に近い場所にあったとしたら、そこは全く違う場所になるはずです。どのような影響があるのか、いくつか見ていきましょう。まずは放射線。天の川銀河の中心は銀河系で最も放射線が強い地域の一つです。そのため地球での生活は不可能ではないにせよ、非常に困難なものになるでしょう。もちろん地球には宇宙からの有害な放射線から私たちを守ってくれている巨大な盾のような磁場を持っています。しかしもし私たちが天の川銀河の中心に位置していたら、磁場は私たちを守ることができるのでしょうか。残念ながら答えはノー。巨大な嵐から身を守るために小さな傘を使おうとしているようなものです。つまり銀河系にとっては楽勝なのです。しかし悲観的になるのはまだ早いですよ。高レベルの放射線に適応できる勇敢な生物もいるのです。地球上の生物は深海から氷に覆われた極地までどこでも生き延びられるように進化してきたことが分かっています。ではもし私たちがこのような過酷な環境でも生きられるように進化したとしたら、どうなるか想像してみましょう。例えば放射線から身を守る丈夫な鱗状の皮膚を持つ人間や、この明るい環境でも生きられる独自の構造を持つ植物を想像してみてください。そう進化したとしても、放射線は私たちに深刻な恐ろしい影響を与える可能性があります。例えば DNA の分子を傷つけて突然変異を起こす可能性があります。例えば植物の葉が4枚から5枚になったり、動物の毛が変色したり、人間の目の色が珍しい色に変わったり、個性的な世界になることを想像してみてください。これは良い例ですが、悪い例もありますが、今回は深掘りしないことにしましょう。また代謝の変化も起こるかもしれません。もしかしたら私たちの体は食べ物やその他の資源をより早く処理できるようになり、成長速度が速くなり、体格が大きくなるかもしれません。植物も背が高く太くなり、動物も通常よりはるかに大きくなる可能性があります。また地球上には生物発光する生物もいます。高濃度の放射線を浴びることで通常よりも明るく光る可能性があるのです。
夜の森を歩いていると、木々やキノコ、昆虫までもが青や緑の不気味な光で輝いているのを想像してください。怖いような、魅惑的なような、そんな感じでしょうか。ではここで大きな変化である重力に話を移しましょう。天の川銀河の中心部の重力はとてつもなく強いのです。それは太陽の約400万倍の質量を持つ超巨大ブラックホールのおかげ。このブラックホールはいて座 A スターと呼ばれています。そう、ブラックホールのお隣さんになるんです。もし私たちがブラックホールに飲み込まれたり、とてつもなく強い重力に押しつぶされたりしなかったとしても、地震や火山噴火が多発する可能性があります。このブラックホールはまるで重力的いじめっ子のようにあらゆるものを引っ張り引き寄せていきます。もし私たちが生き残ったなら、毎日壮大なサーフィン大会